韓中国へようこそ9月5日のニュースをお伝えいたします三峡ダムと長江流域の乾燥高温との関係について中国の推理専門家の見解をこのほど連続的に報じました三峡ダムが長江流域の干ばつや高温の原因であることは理解できるがなぜ今年が特に最悪なのかと読者の方からコメント欄で質問をいただきました 中国は歴史的記録の連続性が最も優れている国であり、地震の記録の保存と連続性が最も優れている国でもあります。中国の地震専門家である孝慶国氏が大量の歴史的資料を研究した結果、地震と干ばつには高い相関関係があり、大地震の前にはしばしば大干ばつが発生することを発見しました。 孔子が確立したこの地震予知法は、干ばつ地震予知法と呼ばれています。例えば、中国で記録された最古の地震は、2700年以上前の終元大地震であり、その数年前には大干ばつが発生しました。1556年に強制省下権を襲ったマグニチュード8.2の大地震は、地震の前年に下権を中心とする 新領山脈一帯が大干ばつに見舞われていましたまた1737年の秋には寧夏で40日以上にも及ぶ大干ばつが発生しその2年後寧夏の州都である現在の銀泉市にマグニチュード8の大地震が起きましたしかし全ての干ばつに地震がつきまとうわけではありません マグニチュード6以上の地震では地震の前1年から3年にかけて震源域で干ばつが発生する可能性が高くしかも地震の規模が大きくなればなるほど干ばつになる地域は広くなると講師は考えています同志によれば大地震の前の高温と干ばつは地殻の変化で放出された地下熱の結果です 1980年代、講師は地震と干ばつの関係についての研究をまとめ、中国で干ばつと地震の関係における研究という題名の本を出版しました。残念ながらこの本の内容は中国の地震学会の同業者には受け入れられなかったのです。講師は地震予知に関する研究で多くの成功を収めました。例えば、1975年の 遼寧省海上地震や1976年の河北省東山地震を見事に予知しましたさらに2008年の四川省文川地震も予知しましたこれらの地震が発生した地域では地震の前に干ばつが発生していました2006年講師は中国地震局に2008年5月から2009年4月までの1年間に 四川省阿波地区でマグニチュード7以上の地震が発生する可能性がある最も危険な時期は2008年5月8日の前後10日間という内容の手紙を届けましたこれは講師が自らの年金を投入して行った地震研究の成果でしたしかしこの手紙は中国地震局の幹部に重視されませんでした 2008年5月12日14時28分四川省アバチベット族チャン族自治州文鮮圏を震源とするマグニチュード8.0の地震が発生しました同地震で8万人近くが亡くなり4600万人が被災しましたでは今年の長江流域の干ばつは今後数年以内にこの地域で 大地震が発生する前兆なのでしょうか今現在この件に関する講師のコメントは得られていません